こんにちは。10月の16日月曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻、今4時16分を過ぎたところ、4時16分30秒過ぎたところというところでございますが、さて、えー、週明けの、えー、本日の東京市場でございますが、まあ、株高円安どの程度まで期待していいのかなというふうにして見ていたんですが、株価の方は非常に堅調だったんですが、ドル円レートの方はドル安円高、えー、ちょっとこうした動きが強まったとういうところでございます。えー、本日でございますのは午前の10時 時から、えー、東京、えー、MX テレビさん、えー、東京マーケットワイド、えー、午前10時過ぎぐらいからちょっと出演させていただいたんですがコメントの用紙、えー、こちらでございますこれまた後ほどちょっとご案内させていただこうかと思いますが今週は、えー、日米経済対話もございますが為替報告書 ええー、まあ為替報告書は何かとういうところがまあ今回のちょっとテーマにしようかと思っているのでございますが。がこちらをちょっと注意深く見ておりますとおおいうようなお話をさせていただきましたのが東京メックステレビにおいてでございます。で本日の東京市場でございますが株価は非常に堅調ではありましたがええー、ドル円レート先ほど申し上げたようにドル安円高ちょっと先週末の CPI 消費物価指数の不調とこういうところですね112円台前半どうしても重くなってきてしまったと111円 80銭水れずっと何度も何度も申し上げてきましたが、200日移動平均線を下値として、えーまあ、ポイントとして見ておりますというふうにして申し上げましたが、本日はこの水準が脅かされるような状況になっているというところです。現時刻においてでございますがドル円レートが111円の80銭台割れ、80、まあ、78銭、79銭ぐらい、えー、日経平均株価、こまあ、東京金融取引所クリック株365での日経225、21,250円から60円というところでしょうか、日経平均株価の でも今日もきょはまあ大体2万1200円台オーバー、まあ、300円台というところで、非常に繰り返しになるべく堅調性を強めていたんですが、えー 株価に対してドル円レートの方はどうしても上値が重かった、で株価の方でございます改めてですこちらご覧になっていただければと思いますがこちらの方は東京 MX テレビでもちょっと申し上げたんですがいつもご案内させていただいております日経22号オプションでの、まあ、こうした出来高を見る限りですがご覧になっていただければと思います主戦場がもう2万2000円水準になってますよとこういうところですね、かなり上値追いリスクが強まっていると。えー、まあ コールカバー、うんまあ、ブルコールになってるんだと思います。えー、リスクカバーだとは思うんですが、22,500円、22,000円、えー、それぞれ、まあ、5,000枚強、22,500円においてのコールの出来高は6,300枚超えてるとおいうところでございますので、かなり、まあ、上値多いリスクに対する警戒、えー、こうしたところの方が強いのかなと。えー、プットの方、えー、カバードプット、 になるんだと思いますがこの辺は21,000円台、えー、まあそれもちょっとは、えー、下回ったところでもまあ概ね1,000枚2,000枚というところでございますのでまあそれほどびっくりするような出来高の膨らみはないんですがコールの方、えー、かなり膨らみの方が見えてるとういうところをこちらの方をまあコメントさせていただきましたでそれに合わせて先ほど申し上げさせていただきました為替報告書というところなんですがこちらでございますちょっとこちらの方は白黒でございますけれども、えー、ぜひ米国の財務省の方をご覧になっていただき ければと思います。こうして為替報告書がありますよ。というところなんですが、これは実は4月分でございます、えー、どういったことが書かれているのかというと。まあ、インフレ成功2%に向けてま2、あ、えー、日本の項目というのもだいたい15ページぐらいですかね。15ページぐらいのところにこうしたところであるわけでございます。ジャパンという風うに書いてありますが、えー、何をもってしてこの為替報告書になるのか、ちょっと整理整頓とこういうところで、今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います。 どう読む10月の米財務省為替報告書とこういうところでございます。こちらにご案内させていただいている通りでございます。結果論から申し上げますと、えまあ、ウィークリーレポートでは書かせていただいておりますが、実はこれ4月の えー、時にもですね、3月の最終週、失礼、4月の1日集合の為替見通しでも、実は私、為替報告書について取り上げさせていただいております。で、えー、その時も同様です。実は結果論からすると、まあ、えー、為替捜査国に認定されることはあり得ないだろうとこういうふうな結論になっているわけです。じゃ、その、お 根拠というのはこちら、三、えー、つでございます。わせ捜査国として認定されるのは三つの材料が必要なんですが、特に三番目ですね。まあ一番目、二番目はこれ該当するんですが、 え、持続的かつ一方的な為替介入を GDP2% 以上やってるのかというとやってるわけがないので、というところでございますね。これは中国も同様かもしれません。えー、ざっくりですけども、えー、本邦の GDP がまい大体500兆円というような言い方をすると、500兆の、まあ50兆。 10兆円ぐらい介入してるのかという話になるのかもしれませんが、財務省の為替の各種レポートを見てもそうした動きはないよとこういうところですので、我が国が為替捜査国に対象としてなるのはちょっと考えられないなというふうにしてみておりますが、じゃあ何を警戒してるのかとこういうと、 えー、今夜でございますけども、日米経済対話が始まってきます。そして TPP においてはもうこれで完全に方向性が、米国と我が国においては違いますというところですね。えー、テレビ、MX テレビの出演の際も申し上げさせていただいたんですが、お肉の交渉だとか自動車、えー、こうしたところの関税交渉が始まっているというところでございますので、米国は二国間貿易交渉。さあ、トランプ大統領の得意なディール、ディール手法がどういった形で出てくるのか。そして、米国においては、 え、低金利政策も意識するような形での FRB 時期、議長の人事、そしてドル安をもってして輸出の促進と、こういうのが当然探られてくる可能性が高いとなりますと、えー、さてどうなんでしょうか。今、平行線になってるのかもしれませんね。日米の交渉、全部が全部妥協するわけにはいかないのかもしれません。日米軍事同盟の方は非常に、ま、県庁制というんでしょうかね。二国協調してる、特に対、いま、中国、ま、中国、ま、特に北朝鮮、 戦情勢だというふうに思いますが、日米安保条約も当然で、そうした上に乗っかって、日米間での関係というのは非常に強固な形で形成されているわけですが、貿易問題はこればっかりはちょっと別になるだろうとういうところ、そうなりますとですね、ちょっと過度なドル高というのは。 あまり大きな期待を持つのはちょっと危険なんではないかなというふうにして考えました。そしてまあ、ウィークリーレポートでも書かせていただいたんですが、えー、7月の時ですね、えー、北朝鮮、大陸弾道ミサイルを発射させた時のほぼじ同じ時間帯だったんですけども、IMF におきまして、対外セクター報告書というのがございまして、ドルの実質軸を交わせレートは、まあ10%以上ちょっと過大評価されているというような、実はお墨付きをもらっておりました。ただしこのお墨付きは、 え、先ほど申し上げました ICBM の大陸弾道弾ミサイル撃たれた時の影に隠れてしまって、マーケットちょっとスルーした格好になっておりました。えー、そうしたところでは、実は、ま、米国としては、ま、当然、え、繰り返しになりますが、選挙、当時から公約としてドル安であったりだとか輸出促進製造業、え、こうしたところに配慮したトランプ大統領の政治姿勢が出ておりましたので、さて今回、今どの程度まで妥協になるのかはわかりませんが、 ドル高を少なくとも、え、意識、期待してるというよりは、ドル安だよね、とこういうのは、これも、えー、今更ながらの、というところかと思います。えー、そうなりますと、ちょっとですね、今、あまあ、ドル円、えー、先ほど申し上げました通り、200日移動平均線というふうにして申し上げました。もちろん、日米の金融政策によっては、あ円買いインセンティブ、まあ、大きく低下してる。どこの政権になっても変わらないというふうにして見ておりますが、じゃあ、ドル高、ボンボン、ボンボン、進んでいくのかっていうと、これもちょっと難しいのかな、というような見解。えーそう そうしたところで今日、時計ミックステレビさんのマーケットワイドでコメントさせていただきました。まあ、それほど萎縮しているわけではないんですが、過度な期待感というのはちょっと今週もかドル円レートにおいては厳しいのかなと。ただし、それと一方で日経平均株価の方は堅調ですねというところで、本日の日経平均の採用銘柄10月16日値上がり率、ね、値下がり率ランキングの方でございますけれども、今日は横浜ゴム5101、えー 外海外の外資系証券会社投資判断を会員に付与して目標株価。これかなりちょっと強気に見てますね。3000円でというところを見込んでるというところです、えー。強力な、まあ、ビジネスモデルを持ってるんだと、世界の成長仕様へのエクスポージャーを 高めてる。まあ、強めてるのが横浜ゴムだと、いうような、あ見方でございました。それと東京会場、8766、えー、ハリケーンのそ、えー、被害総額。まあ、この辺のもう見通しをもう明確に持って、被害公表額五年が想定よりも小幅にとどまったという見方で、買い安心感つながっているというところですが、これ以前、えー、ちょっと政府損保の、まあ、懇意な、個人的にはございますけども、ファンドマネージャーなどと話しても、まあ、大体この辺はですね、まあ、報道出る以前に、まあ、こうして引き 有況っていうんでしょうかね損害はもうすでに配慮していろんな形でヘッジなどしているのでそれほどびっくりするようなよほどじゃない限りと言っていたのをちょっと今改めてでございますが思い出しました、えー、そうなりますとある程度まあ織り込まれていると言ってもいいのかなというふうにして考えます、えー、それとまあ少しではございますけれども、えー、地銀も含めてですね八三マルチリスナーホールディングなど上昇したというところそれと五四一1今日は全般的に鉄鋼強かったんですが JFE5411 はい えー、神戸成功。まあ、これも非常にですね、有意識問題、ちょっと発生しております。データ改善問題ですが、えー、同社を、の一部だと思うんですが、これ、事業を解体して同業達しに見売りされる可能性があるんじゃないか、というようなところで、えー、まあ、買い取り相手として JFE5411、まあ、浮上したというようなマーケットの指摘観測ございましたが、まあ、ちょっとこの辺はですね、非常に見出しづらいところでございます。まあ、えー、5401の、 え、死鉄、住み、この辺も、ま、結構上昇していると、いうところでございますね。ちょっと、非常に、え、この辺のところはクエスチョンマークなんですが、先ほどのリソナだとか東京会場、あとはちょっとランキング入っておりませんが、金融株。 え、まあ、証券会社などもそうなんですが、金融株全般、ちょっと今日は強かったので、えー、そうしたところでは景気敏感株にそろそろ火がついてくるのかどうか、まあ、非常に、これも以前申し上げましたが、えー、2万1000を超えると少し変わって、潮目が変わってくるというふうにして申し上げましたが、徐々に徐々にでございますが、そうした折り込みを強めてくるのかどうか。 乗り遅れですかね。出遅れ。そうした動きが出てくるのかどうかちょっと今後でございます。改めて警戒したいというふうにして思います。本日の値上がり銘柄数は値下がり銘柄数に対して大幅に上回っております。えー、値上がりは1204。 当初一部の値上がり銘柄数でございます。値下がりは741。業種別では33業種中29業種の値上がりとこういうところでございます。えー、まあ、結果として、で、本日の日経平均株価、前週末比で100円38銭、プラス、高というところで、10日続進というところで、本日、えー、終了しております。 先ほど、ど、え、う、ー、読む、米国の、おまあ、為替報告書と、いう,う財務省の為替報告書というふうにして申し上げましたが、今夜はですね、えー、まあ、ちょっと、日米の経済対話を、やはりちょっと、いろんな観測報道、ね、この辺の、おどうなんでしょうかね、平行線をたどるような形になるとは、為替いじるぞ、ぐらいの、えー、観測報道出てくるのかどうか、一応ご留意いただければというふうにして思います。えー、その他でございますけれども、スペイン問題ですね。今日はカタリウナ州の、えー、首相。 まあ、いろんな形で、えー、スペインの首相に所簡を送ったなどでいろいろございますけれども、独立宣言に関しての動きというのはまた出てくるのかどうかというところも、まあ、この辺はユーロ、そしてメイ首相の EU 離脱に関する優勝会参加と、この辺はちょっとまだまだ先送りになるのかなというふうにして見ております。そうなりますと、テーマの軸となりうるのは、先ほど申し上げた、日米の経済対話に関する観測報道、ないしは21時半。 えー、10月のニューヨーク連銀製造業教室、こちらちょっと弱めにマーケット出ております、えー。その辺が意識されるのかなというふうにして睨んで、えー 今回の予想レンジ。111円の50銭から112円の10銭、えー。まあ、売りとこういうところでございます。エントリーは112円のちょうど。まあ、ちょっと様子見でもいいのかなというところで、112円のちょうど。まあ、かなり売り待機の姿勢強いですが、112円のちょうどで売って、111円の50銭で買い戻し、えー。損切りっていうんでしょうかね。ストップエグジットは112円の40銭というところです、えー。で、イメージとしては、まあ、今の水準で、えいやー、というような形で売る。 ま、あ70、80、90、この辺で売ったとして、ま、あ50アランドが買い戻しになるのかなと。えー、9月25、26日の安値券。この辺を意識してなんですが、1の50がもしぐーんとさらに下抜けるようですと、ストップロスのハン、ストップロスハンティングちょっと強まってくる可能性があるのかなと。そこで十分ご注意していただければというふうにして思いますのが、111円台の維持です。えー、1円の当選水準。この辺はですね、週足のボリンジャーの中心線えー、ないしは9月20日の安値券。 そしてちょっとフィボナチリトレースメントなんですが、直近の9月の9日ですかね。安値。107円台から直近110サイド45000水準ぐらいまでぐっと上がりました。そこからの38.2%戻しが111円の、ま、この辺の水準なんですね、実はね。そうしたところで111円の10000水準ぐっと下押しするのかどうかとういうとこです。今、ちょっと今日はあまり、まあまあ、 長期運用期間投資家の動ききなどもポロポロロと聞こえてきますが、ちょっと、エントリーしてくるというような話はや、やはり200日線を中心としてというところでございますので、現在改めて下押しというところでは、下値リスクの方がドル円の方は強いのかなというふうにして睨んでおります。 日経225の方でございますが、こちらの方は今日は実はもう完全に私は様子見と、こういうとこで、えー、予想レンジ21,180円から21,340円。ちょっとかなり刻みましたが、えー、21,180円水準が今日維持できるのかどうか、ちょっと非常にですね、今日の上昇帯の中から、ドル安円高が今度は111円台に、さらに前半というような形になると、今まで、 え、ま、かわドル円レートの安定の方は材料視しなかったけども、ネガティブな材料の方だけは、やはり高値リスク、高値警戒というところで、どちらかというとマーケットがリスクオフとこういうところで警戒されやすいのかなというふうにしてみております。そうして意味では今日はちょっとドル円横にらみ、下方ぶりでございますけど、ある意味夜はドル円横にらみというところになろうかと思いますが、ポイントとしては21,120円。この水準がぐっと割れてくるようですと、 えー、今週これ上昇体先週13日の金曜日の時ですけども、ぐぐぐぐっと上がりました。2万トンで900円台から2万1100円台までぐっと上昇した。この上昇体を埋め戻す可能性がございますので、要は2万1100円台の維持がなされるのかどうかというところが、まあ、えー、最大リスクなのかなという,うにイメージ見てます。ここぐっと下がってくるようだとちょっと危ないと。で、えー、まあ足元は2万1180円台、180円台、2万1200円。この辺が維持できるのかどうかというところで、 今日はちょっと21,340円、50円もう一回超えていって、えー、株高というようなイメージではないのかなと、ちょっとこの辺は今日は足元はちょっと調整感を強めるのかなというふうにして睨んでおります。 とということで、今週始まったばかりでございますがまだ株価の方は少しまあ厚く盛り上がっていて為替の方が意外とちょっとした推しのところで冷静に見ているのかなというところでございますちょっとこの辺がまちまちになってきておりますがお取り組みの際、十分リスク管理の方こちらの方だけですね、十分ご注意していただいてお取り組みいただければという,ふうにし思います以上10月の16日月曜日の株と為替の売買シナリオでございました